自殺未遂みたいなの何度もしたんですよね、うん、一気に6回でも死ねないってことはもう死なせてくれないし、うん、心が切れたの、そんなことあるの、だから絶対に死なせないぞお前はっていう何者かがいるとしか思えないわけよ、うんうん、ついに死ねたんですよ、うん、あ、死んだんだって、うん、で冷静に見て、あれって夢じゃないなって一番思ったのが、うん、浮くんだよ、浮いた時に見える俺としては天女様がいてね、うん、透けて透け透けのやつを着て見えか見えねえかギリギリのところで俺は一生死んだ後はそこでずっといられんだと思ってたのに、じゃららららららーん、サイナトモコです。今日はライアーがないのでエアライアーで始まります。サイナトモカワへようこそ。 MC 天の時よろしくお願いします。はい、天の時です。今回はですね、なんとすごいちょっと久々なんですけど、銀ちゃんにね登場していただきました。銀ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりですね。久しぶり、本当久しぶり。1年ぐらい経ちますかね。そうね、だいぶ経ちましたね。そうですよね、はい、おかげさまで、はい、銀ちゃんのシリーズ動画がですね、うん、軒並み今年に入ってからすごいバズってきておりまして、うん、バズりで、はい、全部でなんか、あ、なんか、バズってるって言ったら雷が鳴ってきました。はい、髪を鳴らす男、スサノウィンちゃんですけどね、はいはい。よろしくお願いします。はい、まあ、どんどんね、人気になって、まあ、今年あれですよね、はい、他の番組で翡翠小太郎さんとか、うん、あと、トゥーランド Vlog さんとか、うん、ああいったところでも、100万再生ぐらい。そうですね。すごい。一気に有名人ですね。しかもね、どっちもね、2本立てにしてくれた。カットできねえから。そうそう。ほんと良かったですね。すごいですよね。主役、こう、時の人になったんですけど、はい、最初の方にピックアップしたのは、うん、我々、サイナトモカワだと。そういうことです。というわけで、自画自賛しております。はい。はい。おかげさまでね、シリーズいっぱいあるんで、はい、たくさんご覧いただいてるんですけど、今回はですね、なんだかんだ言って初めて、はい、銀ちゃんのその現場、はい、石垣島のですね、はい、絵本の村の現場に来ております、うん、はい、はい、現場ロケということで、はい、ちょっとね、現場ならではの空気感で、これ背景、これ何なんですか、これ、ね、銀ちゃん、これガジュマルの木ですね。すごい、ガジュマル、はい、どんなに天気がもう太陽がさんさんとしても、このガジュマルの木の陰でご飯みんなで食べてお茶飲んで休憩してますね。素敵だね、はい、すごいね、ありがたいね。だって道路の向こう岸まで行ってもいいだが、ね、いいでしょ、トンネルみたいになってね、すごいですね、うん、これもしかしたら今日雨降るかもしれないんですけど、うん、少し守られます、ここは、ね、守られる感じですよね、うん、すごい。いや、こんなところちょっとともちゃんどうですか、これ現場石垣島、うん、いや、だから前回の収録の時に銀ちゃんがこういう絵本の村を作って、うん、子供たちがカフェをやるんだみたいなお話とか聞かせていただいてて、はい、そうそう、あ、絶対行こうって言ってて、うん、で、今回夢が叶ってちゃんとこの現場に来れたのがとても嬉しいです ね、 ね、 ね、まだね、作ってる途中ではありますけど、 で、 す、ね、はい、でもさっき見たら子供さんも働いてましたね、はい、そうですね、8歳の子はね、うん、8歳、はい、すごい。もう俺はエコビレッジビルダーになるんだ、わーお。そう、来てますね。ということでね、はい、まあ、その現場のね、動画もね、このシリーズのちょっと最後にちょっと撮りたいなと思ってるんですけれども、うん、はい、まあ、今回ちょっと1本目はですね、うん、やっぱり翡翠小太郎さんの方の動画かな、うん、でも取り上げられてましたけれども、うん、実は銀ちゃんは、臨死体験されてるんですよね、はい、そう、しかもあれですよね、何度も、うん、まあ普通しないけどあれですよね、自殺未遂みたいなの何度もしたんですよね、うんうん、そのあたりからね、ちょっとね、お聞きしていきたいなと思うんですけれども、はい、いつぐらいの話なんですか、うん、?30 歳ですね。30歳。はい。なんか煙が。なんか煙が来ましたね、これね。はい。ちょっと黙々な感じで。黙々な中で臨死体験の話をしていきましょう。そうなんです。はい。あのですね、材木出るじゃん、現場で。うん、その材木の端材がこういっぱい出るんだけど、全部産業廃棄物って言って捨てるのがほんとアホらしくて、うん、そこのね、ストーブ、時計ストーブっていうので、お湯を沸かしたり、お茶を沸かしたりするんですけど、うん、はい、お昼前はですね、パスタのお湯を沸かすのに、薪に使ってます。おー。だからゴミがほとんど出ない、この現場は。すごい。それで今、火つき始まって煙です。そうなんだ。はい、すごい。ちょっと現場ならではですね。ならではね。はい。すごい。まあまあ、ということでね、うん、
あまりね、そもそもね、この自殺未遂もしないし、うん、そう、あと普通それで亡くなる方が多い中で、うん、銀ちゃんは死ねなかったんですよね。そうなんですよ。無念としか言いようがないね。だって覚悟決めてるからさ、こっちは。ほんで生き延びた時、なんだよってなるもん。辛すぎて死のうと思ったから、死なせてもくれねえんだ、神様はって思って、憎らしくなってくんだよね、神様が。どういうことだってなって、それがもう、悲しみの、失意のどん底です、まさに。6回自殺未遂を、その時に、1回で、6回やったってこと、ね、一気に6回。一気に6回。でも死ねないってことはもう、死なせてくれないし、うん、その時、うん、その、ロープ、そう、ロープで首を吊ったんだけど、うん、ナイフで切ったようにスパーンと切れて、れ下にドカーンって落ちるっていうのを繰り返したってことですよね。そのたんびに無念ってなって、うん、もう悲しく、ま、死ねない。そう。悲しくてしょうがなかったですね。うん、で絶対に切れないバスタオルにして、うん、ギュッてやった時に、うん、ついに死ねたんですよ。ほう、なんだけど、うん、結果それも切れて、下に落ちて。バスタオルが切れたの？そう。そんなことあるの？だから絶対に死なせないぞ、お前はっていう、何者かがいるとしか思えないわけよ。うん、誰もいないところでやってんだから。うん、それで、落ちて頭をね、テーブルの角か、なんかに打って血流してる状態で、落ちてるのを上空から見てるわけ。自分がね。そう。うわぁ、死んでるみたいな。そう。あ、死んだんだって。で、冷静にみんな。あれ？夢かなって一瞬思うじゃん、そういうのって。うんうんうん、だけど、冷静に考えるの、いろんなこと。これ本当に夢なのか夢じゃないのかを確かめたくなってくるんだよね。うんうん、そして夢じゃないなって一番思ったのが、浮くんだよ。浮いた時に見える天井についてるホコリ、はいはいはい、普通見えないじゃん、そんなの脚立のもんないと、うん、そのくっついてるホコリがよーく見えてる。で、あ、これはちゃんと見えてるわと、うん、なったんだけど、うん、でもその時ね、冷静なもんでいろんなこと考えるんだけど、うん、脳みそあっちにあるじゃん、うん、脳みそはあそこの俺のボディにあって、うん、こっちにないし目も、うん、なのに見えてる、俺の高さで見えてる、どういうことかなっていう。その時体は見ある、ある、あるのよ。その、うん、なんて言うんだろう。と、上から見てる、この自分の体は？うん、あのね、あるの、ちゃんとあんの。あるの？そう。で、女湯に行こうと思ったんだよね。うん、だから、こうやるじゃん。うん、今の絵が、うんうん。で、この手がちゃんと見えてるから、あるんだ。あるんだ。こうやって。この手があって、こうやって、クッてやってんだけど、ゆっくりしか行かないから、うん、途中で諦めるんだけど、その話掘り下げなくていい？そこで止まったら、ちょっと尺が持たない。そう、それでね、ドワーンって、後ろ引っ張られて、うん、宇宙に上がっていくんだよね。うん、もう屋根すり抜けるときに、天井裏にある、たるきとか電線とか見えるの。へぇー。リアル電線が、ごちゃごちゃってなってるのが。だからこれは、本当にカメラで撮ってる状態で、俺の目線から見えていくから、想像とか夢じゃないわけよ。うん、で、それで上がっていくときに屋根、初めて見る屋根の上が遠ざかるところとかさ、雲がヒューっていって日本列島になって地図になっていくんだよね、だん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 。それがだんだん離れて地球が見えてきて、宇宙空間に行くっていうのも見えるんだけど、いろんなことが初めて知ることばかり。うん、例えば、太陽が出てたら明るいじゃん、うん、青空で。うん、なのに、うん、太陽出てんのに暗いの。太陽出てるのに暗い。出てるのに暗い。真っ暗いところに太陽だけ光ってる。あ、で、反射して地球は青く光ってるけど、うん、実際自分がいる場所は暗い。真っ暗なんだ。真っ暗。だから宇宙って実は暗いです。へー、だから星見た時さ、周り真っ黒で光ってる星いっぱいあるけど、うん、宇宙は青空じゃないもんね。うんうん、そう。だから空気に反射して青いんだなーって、青空ってっていうのが分かった。へー、うん、そうか、大気のようなものがないと青く見えない。うん、見えない。で、その時ね、もう爆音がすごくて、とにかく、バックしてどんどん遠ざかるんだけど、うん、遠ざかってる間の爆音がうるさすぎて、うん、本当に何なのこの音っていう状態で進むんだよね。うんうん、で耳も鼓膜もあそこにあるのに、うん、何なんだろうこれはと思いながら。だけど、どうやらね、加速してるわけ、うん。どん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 遠ざかるスピードが速くなっていて、うんうんうん、自分のボディから離れれば離れるほど速くなるってことは途中で気がつくんだよ。なるほど。そう。そんで、ものすごい星雲とか美しい、水彩画でさ、鮮やかな紫とかピンクとか赤とかいろんなものが、ピターンってなって、ぼやーんってぼやけるような状態の
美しい星雲がいっぱい、銀河系みたいななんとか系だと思うんだけど、うん、それがいっぱい見えるようになるのが、それも進んでいくの、どんどん早く。最後はね、星が1000しか見えなくなるぐらい早くなるんだよね、うんうんうん。よく何人にもぶつかんないなと思ってからバックするんだけど、実際、全部すり抜ける状態だっていうことは分かったの。うん、それで、すごいスピードになってきて、うん、最後、宇宙の果てまで行くなと思って待ってたら、うん、本当に、白いところにふわってなって、急に爆音が消えるの。急に真っ白の静かなところに行って、ふわーってなんだよね、うんうん。で、そこにはね、すーごい広い真っ白い世界があるんだけど、うん、光ってる。うんあ、これで終わりと思って。うん。何にもない。何にもない。うん、音も、匂いも、何にもない、うん。ただ気持ちがいいだけで漂ってるっていう空間なもんで、うんうん、俺としては天女様がいてね、うん、透けて、透け透けのやつを着て、見えか見えねえかギリギリのところで、俺は一生、死んだ後はそこでずっといられんだと思ってたのに、いないの。いないの、天女様が。神様もいなかった、大仏みたいな。うん、全然何も。他の魂たちもいない。もういないの。何これみたいな。ただ白い、ふわーっと。で、サンズの皮もない、鳥居もない、黄色い花もなかった。なんだこれと思って、で面白くねえなーって。だけど、やたら気持ちはいいよ。で、これで終わりだとしたらつまんねえなーと思って、でもゆっくりどうやら遠ざかってんのが分かったのは、さっきの真っ黒い宇宙がちっちゃくなっていって、最後こうやってパーって点になって向こうにあるわけ。うん、だから、ゆっくりバックしてどっかに。さらに。さらに見たら、うん、光ってる玉みたいのがあって、ものすげえ眩しい玉がみたいのがあって、そこにお玉じゃくしみたいになんか入っていくわけよ。あ、あれが俺が行くとこだなって分かっちゃって、でもそこに行ったら一巻の終わりと思った。うん、もう終わり。死にたいと思ってたくせに急に、うん、面白くなくなっちゃったもんで、だって天国と地獄があるって思ってたから、うんうんうん、天国に行ったらそのね、うん、天女様と一緒にいつも酒飲めると思う、うん、で地獄に行ったらいろんなね梁の山とか火の海とかを、うん、俺はトライアスロンみたいにちょっと練習して、うん、いくらやったって死なねえから、うん、1位になろうと思った、うん、そこで、うん、記録を作ろうって思ってた目標も全部なくなった、うん、死んだ後の目標がなくなったら俺は一体どうすればいいのみたいな感じになっちゃって、で結局こんなんだったら生きてればよかったって思っちゃった。おー、その瞬間また引き戻されたの。おー、ドバーってすぐまた爆音なんだけど、今度違うのはさっきまでのただバックして宇宙綺麗だなじゃないのは、同時にあと一個映像が映ってて、うん、その映像が俺がおにゃーって生まれてんの。その病院で産婦人科で生まれて、俺二十九時だったもんで、カプセルに連れてかれるんだよね。そのカプセルに連れてかれて、そんでなんかカボってやって、なんかそこに父ちゃんが見に来てるとかを横から見てる。で、おぎゃって生まれた時目見えてないじゃん。だからそっから俺目線じゃないの。俺の姿を横から俺が見てる。不思議な謎映像。カメラあったのみたいな。で、その映像が出てくんだけど、それ全部辿ってるんだよ。30歳で死んだもんで、30年間の俺の人生を横から見るって。全部。だから戻るのは、さっきはドカーンって言ったのに、なんかこれから全部見ながら30年間見ていくんだなってなって、それを見ていくんだけど、寝てる間も見てんのよ。横に寝てる。で、こっちは眠くないの。そう、5、6時間とか寝てるのをただ見てる。見てる。全然眠くないから、それはずっと見てる。うん、つまんない。つまんない。だけど、その、俺のところに、本当に、父ちゃんと母ちゃんが俺のことを本当に愛してくれてるなっていうのもよーく分かったし、姉ちゃんと兄ちゃんも、すごい可愛がってくれてるのもよーくわかるわけ、うん、寝てる間わかんなかったから、うん、赤ちゃんの時に、それも全部見させられるから幸せそのもの見てて、あ、そうで、小学校の時ね、誰かにと喧嘩して血出すなとかさ、転んでこっから血出したいとか関係しながら泣いた話とか思い出すわけよ、うん、もう全然昔忘れたどうでもいいことまで全部見るから、うん、リアルに記憶に残ってないことまで見させられるんだよね。で、それが
結局ね、どんどん辿っていくとさ、小学校とか中学校の時好きな子ができて、うん、その子に告白して振られるんだけど、やめとけっていう、うん、自分が横にいるんだけど。もう結果知ってるからね。だけどやめねえわけよ。うん、それ見なくちゃなんねん。うん、そういう辛いこともずっと見るんだけど、うん、今見たら、全然、どんまいみたいな、うん。いいじゃん今の、うん。その後もっといい女に会えるよって。うんって思っちゃうし、うんうん、嫌なことが全然嫌じゃなくて、これで良かった最高の出来事になってるわけよ。それをずーっと辿っていった時に、っていうことはよ、今俺大人になってからも辛いこと結構あったりとか嫌なことある、うんうん、でもそれって嫌でもないんだよね。見方次第、心の自分の在り方次第で、実はこれもいいことだって、なんであの時思えなかったんだろうって思うぐらい、全然よかったのになんで泣いてんのとか思っちゃうわけ、自分に向かって。そう。あとはね、高校2年の時に、小学校上がる前では5歳の時もそうだったんだけど、飛び出してダンプに跳ねられんのよ、俺。だけど、その時危ねえって聞こえたの。おじさんの声で。それで、へって、止まってこう振り返った時にゴーンって頭ぶつかっただけで、こぶできただけで済んだのね。で、高校2年の時もブレーキ効かなくなって、自転車が、下り坂で。それでもうこうやってもうすげえ加速していくんだよ、うん。その時にカーブしていったら交差点なんだけど、うん、危ねえって聞こえた時にガードレール突っ込んだんだよ、ね、うん。そしたらでっかいダンプがバーって走ってたんだけど、それを言ったのは俺だった。俺が言った。思わず。そう。だから命に関わる時だけ聞こえるんだよ、うん、だから多分ね、ご先祖様に守られてんだなとかさ、うん、よくそういう体験する人いっぱいいるけど、うんうんうん、あれはご先祖様なのかなんかわかんないけど、うん、未来の自分が守ってるっていう気がする、これはね、うん、それは銀ちゃんが、うん、その危ねえって自分で言った実覚があるの、うん、あるある。だって言っちゃったもん、見てる時にね、うわやべえ危ねえって思わず声が出ちゃった。それが聞こえちゃった。そう、真横で見てからさ、うん、本当にリアルで怖いわけよ、うん、それが聞こえてたんだよね、うん、そうで、結局ね、だんだん戻ってきて、30歳になった時に俺が自殺するところまで横で見てるわけ、うん、だけど俺が切ってるわけじゃなくて、うん、誰かが切ってんだろうと思って、誰も切ってないのよ、うん、本当にスパッて切れるのよ。だから誰も切ってないんだ。そうだから俺が霊じゃん、うん、だから霊は霊が見れると思ってたの、うん、いろんな映画とか、うんうんうん、テレビとかでね、うん、誰も見えない他の霊は、俺の場合はね、うん、それでじゃあ戻っかなと思って戻ろうとするんだけど、ボヨヨーンって弾んで入れないの、うん、やべえと思って、これはちょっと誰にも習ってねえなって思っちゃって、入れなくてやばいって本気で思ったんだよね、うん、それで入り方をいろいろチャレンジするんだけど、何回チャレンジしてもいいわけじゃん、ロス死んでるし、うん、でそれをチャレンジして何回も弾んでるうちにぴったりに合わせれば入れっかもと思って、うん、でね、本気出すとね、普通壁すり抜けちゃうんだけど、うん、本気出すと木でガーンって天井押せんの。へー。そんでしかも近づけば近づくほどゆっくりになるから、うん、ガーンって降りてゆっくり降りてくるときに自分の体勢にこうやって遅くなるから合わせられるんだよね。そんで合わせたときにガーンって入れた。入れた。だから皆さん間違って幽体離脱したときは、うんうん、自分の体勢に合わせて入ってください。はい。そしたら入れた。上から行ってもいいんですか？上から、だからうつ伏せになったらうつ伏せですよ。俺の場合こうなってたから難しかった。仰向けね。そう。仰向けで死んだ方がいい、死ぬ時は。なるほど。だけど手術台とかでね、なっちゃった場合はこうだよね、多分。そうだね。そう。でも、これは入りやすいよ、多分。うん、俺の場合、こんな、なんか。ああ、ちょっと形がね。そう、それがちょっとでもずれてると入れないんだ。まあまあ難しかった。上半身は入れない。足が合わねえんだよ、だからね。それが結構難しかったのは覚えてるんだけど。で、とどのつまりは、死んで分かったの。その30年戻ってきて、俺、だから今83歳なんだけども。実際にそれもう一回体験した時と、その時の俺の30年が、全然違うわけよ。出来事全く同じなのに、全然違う人生に見えてんだよね。
でも6回も自殺をしようと思ったぐらい、うん、嫌だった辛いことがあったのに、あったあった、それも見たけど、うん、そんな大したことなかったってこと？そう、あ、大したことあるよ。後半の30歳の頃は、うん、まあまあ辛い。辛いよね。うん、そうだよね。辛いよ、うんうん。だから、納得いかないことだらけで死のうと思ったから、うんうん、見てたけど納得いかないんだよ。やっぱり、やっぱり。あ、そういうのもあるんだ。あるある。うん、最後の頃のやつは。うんうんうん、だけど、全体見て、うん、だいぶ考え方変わったのは、うん、この世は全部いいことしか起こってなかったってこと。本当は。うわ、私、なんで私でこんな辛い目に遭うんだろうとか、うん、なんで俺だけこんな人生なんだろうって思う人いっぱいいると思うんだけど、うん、実は、それ、まあまあいいよ。まあまあいい。まあまあいいのよ。うん、その後が超、それのおかげで良くなって。ああ、そういうことか。っていうのはすごい見てて分かった。うん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 、で、もしそれでね、そのままうまくいったとしたら、その先に出会うはずの人とは会えません。うん、はいはい。そういうこととか、その先に楽しいことがやれたとか、うん、その後、海外に行けるようになったとか、っていうことが全部なくなってしまいます。うん、そう考えたら、最高の人生、どんなに過去辛いことがあったとしても、うん、例えばトラウマがあったとするじゃん、小学校の時に、狭いとこ閉じ込められて、閉所恐怖症になっちゃったとかさ、みんなあると思うんだ。うん、なんか、溺れそうになったから水が怖いとか。で、そういうものって、その頃思い出したらそうなっちゃって冷や汗出てきたりさ、うん、怖くて震えちゃうんだけど、大人になった自分が、うん、まあ、それ見てると、大したことない、実際。だって強制的に見させられちゃったから、俺の場合は嫌なこと。だけど、その頃の自分に戻るからガクガク震えんだよね。でも、今の自分だったら多分子供の頃の自分より、はるかに余裕があるし、大丈夫な強い心を持ってるはずだもんで、うん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 、もう一回そこに戻ったら、あ、なんだ、大して怖くないじゃんってなれるっていうことがいろいろ分かったから、それを今できねえかなって思った。30歳の時に60歳の俺が見てるみたいに、うん、なんだこんなのへっちゃらだよって思えるようになったらいいなっていう、うん、そういう生き方しようって決めてから、全然大丈夫になったね、うん。本当に面白くなって、あとは一回死のうと覚悟したから、うん、生きてるだけで儲けもんなわけよ、うん。死ぬこと以外はかすり傷なわけよ。どんな辛いことあっても。うん、だから、面白くなったの、人生が。で、それも捉え方次第だってこと知っちゃったから。うん、振られても面白かった。うん、今見てて、俺本当最高だ、今の振られ方みたいな、うん、思ってたから、傷つくかもしれないけど、まあこれで面白かったかもって思えるようになったから、うん、だから人は今の自分を精一杯生きてたら、捉え方次第、うん。そしてなんでがっかりして悲しいんだか。期待しすぎ。そう。自分が勝手に妄想してこうなればいいのには期待しすぎたの、うんうん。だけど本当は何が起こるか分かんないから告白するときあんなに緊張するんだよ、うんうん。何が起こるか分かんない人生の方がよっぽど面白い。それ見てて思ったよね、うん。そう。あとはね、過去と未来と現在が全部くっついてる。くっついてる。くっついてる。うん、その、なんでそれ分かったかっていうと、30年かけて戻ってきてガゴンって入ったとき、頭から流れてる血が半分ぐらいしか固まってなかった。うん、だから一瞬か10分かわかんないけど、そのぐらいしか経ってなくて、時間っていうのは人間が作ってしまった、多分計算しやすくアインシュタインが作ってしまった事柄っていうか仕組みだったの。でもそんな仕組み、宇宙空間どうでもよくて、関係ないわけよ、本当は、うんうん。しかも宇宙空間でずーっと動いて変化し続けてるっていうのが分かったから、うんうん、煙みたいにずっと動いてんだよね、うん。そんな中で、たかが人間がルールを決めたり、うん、方程式を作ったり、うんうん、計画練ったりしてるから、うん、それ期待してっからうまくいかなくてストレスになってるの、みんな。なるほどね。だから時間は人間が作ったものっていうのは、つまり時間っていうのが、時計をみんなイメージすると思うんだけど、うん、1から12までの間というか、古いものから新しいものに時間が流れていくとか、で、過去は過去、未来は今より先だよとか、そういうものが人間が作った概念で、本当は現在も過去も未来もぐちゃぐちゃに存在してるっていうことだよね。そう。
その中からどっからこうつまんでるかで流れてるだけっていうのが分かった。うん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 、あとは、俺が行かなかったあの光の中に行ったら、またどっかでおぎゃーって生まれてる可能性あるな。うん。転生しちゃって。ことはすごい感じたんだよね。うん。だから、例えば、大好きな人が亡くなっちゃって、後を自殺しようかなって思っちゃって悲しみで、失意のどん底の人いるじゃん。うん。でも、行ったところで、いねえからって思っちゃった。あ、はい。会いに行くって思って死んじゃったとしても。でもいない。いない。普通、俺みたいに戻ってこないからさ、うん、行っちゃうわけよ。はいはい、ああ、そっか。光の世界に行っちゃうから。いない。うん。だけど、俺が感じたことは、すごい表現しづらいんだけど、つぶつぶなんだよ。つぶ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 。つぶつぶってなってる。意識がつぶつぶ。そう。だって、うん、実際宇宙空間行っても、呼吸できないはずじゃん。うん、そんなもの関係なく、つぶつぶで、できてて、うん。で、物もすり抜けられてるし。そうそうそう。つぶつぶつぶってなってて、行ってるんだけど、つぶつぶがいろんなところに、点って残ってるのが、うん、多分意識だとか想念だとかわかんないけど、うん、粒がいっぱいあるわけよ、うん。それで生まれ変わったとしても、うん、その粒が過去も未来も今も全部同じだとしたら、粒々は転生しても何してもある、うんうん。で、宇宙って光の速さで広がってるよって言った人がいるよね、主に誰だか知んないけど。うん、それはなんでか。わかった、俺、うん。勝手に考えてんだけど。うん、つぶつぶ残してまた生まれ変わってまたつぶつぶが増えるわけよ。うん。あ、だから勝手に増えちゃうから。それ宇宙中の生命体がやってたら、スペース足んないから広がっちゃう。だから広げるしかない。勝手に広がる。広がっちゃう。そう。だから、危ねえって言って、俺が過去の自分を助けた。と思い込んでるこのつぶつぶが、実は、先祖のつぶつぶな可能性もあるわけ。ああ。俺が先祖のつぶつぶを背負って、今の俺だからよ。ああ、そっかそっか。つぶつぶがずっとくっついて、前世もくっついたまんまだから、それが広まった状態の中のつぶつぶの中で何回も生まれ変わる。つぶつぶが一個である必要がないもん、ね。ないわけよ。すげえ何十万個か何百万個は知んないけど、つぶつぶがいっぱいある中の中でやってるもんで、そのつぶつぶがさ、例えば何回か生まれ変わってる前にあったつぶつぶの一個が、ここら辺にくっついてる可能性あるからさ。うんうんうん、だから、俺って決めなくてもいいってことも分かった。っていうことは、この世の中のことを決めちゃダメだよ。うん、って思ったんだよね、うん。だから特に人間はさ、悩み事多いじゃん、うん。地球上で悩みがあるのは人間だけです。はい。しかもそれが 90% はお金と人間関係よ。まあその通りです。どっちも人間が勝手に作り上げてるから。うん。どうでもいいルールを。うん。だからその決めちゃダメなのにルールを決めてそれに従おうとする。うん。その方が分かりやすい計画立てられるって思ってるけど、うん。もういろんなことを分かっちゃったから俺は。うん。計画練ったせいでストレスが生まれるってこと分かっちゃった。うん。期待しちゃうから。うん。だから、夢とかは持った方がいい。うん。なぜならば、叶えられるから。うん。自由自在に宇宙は動いてる。うん。こんなにも自由に動いてるってことは、うん、俺は、こうしたいっていう思いは必ず変わるよ。で、ここで勘違いしないでほしいのは、私はこれ欲しいじゃダメなんだよね。うん。自分はこうありたいっていう願いは絶対叶う。ありたい。そう。これ欲しいは、何かを手に入れなくちゃ幸せになれないという勘違いがあるから、うん、歪みが起こっちゃう。おー、歪み？歪みが起こっちゃう。うん、だって、どんな歪み？自分はそれを手に入れてないから幸せじゃないんだって思い込んでるから。あ、本当は今日幸せでしょうがないんだよ。うん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 、こんなガジュマルの木で喋ってさ、うん、昨日もうまいもん食ってワイン飲んで楽しかったよ、うんね、こんな幸せ最高だなって思う自分もいれば、今日はせっかく撮影なのに曇ってるって思う、フォーカスする見方もあるじゃん。なるほど。そう思った人は今日幸せじゃないかもしれないけど、うん、俺らはちょうど涼しくていいやと思ってから幸せだよね。そうだね。そう。だけど、何かを欲しいっていう望みを持ってる人は、それを手に入れてない私は幸せで満たされてないんだよって思い込んで作っちゃってる。
満たされてない自分を作っちゃってるから歪みが生まれるの。なるほどね。だけどありのままで幸せなさ、イノシシとか鳥、うんうん、ずっと幸せなわけ、うん。ちょうどいい寿命が来た時に亡くなるだけで、うん、必ずちょうどいいタイミングで好きな相手と出会って子供が生まれるし、うんうん、毎日美味しいもの食べてるよね。うん、その状態なの、本当は、うん。宇宙全部の生き物は、すべて。人間も、うん。だから、そのまんまで幸せだっていう前提の上で、夢があったり、こうありたいがあった場合はそこに寄っていく。動いていくから宇宙は。だから自分で作り出せる。未来も過去も、現在も。過去は自分が思い込んでた。俺は不幸だった。失敗したを。でもそうじゃなくて、最高の過去だったもん。見てたら。っていうことは、みんな、今幸せだっていう前提のまま、おぎゃーって生まれた時にね、なんでもう一回生まれたかっていうと、やりたいこととか、これが自分がやることっていうのを知ってたはず。うん、覚えてるはず、うん。だけど、言葉を覚えると忘れていくんだよ、多分一個ずつ。うん、でいっぱい喋るようになって忘れていくじゃん。うん、だから、それを忘れてるだけだから、思い出してっていう、うんうんうん。で、その思い出した時が、その一番自分の人生を幸せに自分らしく生きるっていうことなの、うん。で、それどうやって思い出すのってみんな思ってると思うから、うん、ヒントっていうか、うん、俺の中で消化した答えがあって、うんうん、リラックスしてて、うん、ワクワクすることしかやってない場合はすぐかな。うん、もうこうしたいって言ったら3ヶ月ぐらいかな、うん。だから魔法使いと人間の違いは、魔法使いはパッと1秒でかな、うん、人間の場合は3ヶ月か1年ぐらいかかるな、うん、それだけ、うん、だけどもしかしたら過去も未来も現在もくっついてると思ったら一瞬で叶う可能性もあるし、うん、それは見方次第、うん、例えばさワクワクして面白い時さもう閉店ですとか言われるじゃん一緒にご飯食べて飲んでる時に、うんうん、あっという間じゃんさっき来たばっかりなのにって思うけど、うんうんうん小学校の時とか中学校の時にさ、社会の授業が嫌いだったの俺。うん。その時、9時50分に終わる授業もう嫌で嫌でしょうがないもんで、ね、9時46分に、あと少しで終わんなと思って、見たら47分なんだよまだ。うん。長いの。うん。だから時間は伸び縮みしてるってこと。時計を刻むっていうのは人間が勝手に考えたルールで、うんうん、実は伸び縮みして動いてるから、うん夢が叶うことって一瞬。なるほどね。いつでも。一緒に感じるわけだよね。感じる。うん、だから、夢が、一番自分が本当は生まれてくるときに、そうなりたかった自分のあり方だってこと。ワクワクするじゃん。うん、だからワクワクすることが大前提です、うん。ワクワクしてもいないのに、地球のためとかさ、うん、世の中のためっつって、すげえ辛そうにやってる人いるけど、うん、それは多分その人の使命じゃない気がしてる、うん、俺は。なるほどね、うん。だから使命感はダメだって言われるんですね、うんうん。そう。もう死のうと思ったら、うん、死ぬ気で何だってできるじゃん、うん、そしたら、自分の幸せのための生き方しか考えないし、うん、それと自分の周りに一番愛する人のために生きようってなるよ。うん、誰だって、うんうん。身近な人を、とか自分をないがしろにして、地球のためには多分やんないと思うんだよね。うんうん、だってワクワクしないもん、うんうん。だってそう思ってる人はさ、月末の支払いがあったら、その瞬間絶対地球のこと忘れると思う。忘れる。そうじゃなくて、自分が今満たされてる状態だったら、うん、その枠が広がってってみんな幸せになっていくよっていう、大河の一滴みたいなのがバーって広がるけど、うん、その大河の一滴さえないから、難しいと思うんだよね。うんそれがやっぱ宇宙のその信号の世界から戻ってきて一番実感したこと。すごい。その粒々だっていうの全部。で、過去も未来も動いて、自分で自由にそれは未来は変えられるってことが分かった。だから最高に面白い人生が誰でも歩める才能を持ってます。というね。うんいやもう今日はちょっとね、すごい壮大なお話、うん、しかもね、実生活ですぐ役立つ考え方、あり方をね、うん、ちょっとお話しいただきましたけど、ちょっと一旦ね、うん、ちょっとまだ聞きたいんですけれども、うん、ちょっと次はですね、より実際エコビレッジビルダーとして今銀ちゃんがですね、
今現場に来てる絵本の村でね、新しい村づくりっていうか国づくりっていうか、そういうのされてるんですけれども、まあ、それをですね、みんな今、全国各地でやろうっていうふうに立ち上がってる人多いんですけど、うん、実際やってみると、うん、出来上がる、もう持ち上がる問題というか、はい、そういったものもね、たくさんあるので、うん、それをどうすれば解決するかみたいなね、はい、そういうことをちょっと次回、はい、聞いていきたいなと思いますので、はい、一旦ここで終了したいと思いますので、はい、じゃ終わりといえば、はいはい、ないんですけど、ないんですけど、はい、じゃあエアライアーで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃらららららいいね。はい、ありがとうございます。今日の動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、いいね、シェア、拡散の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。銀ちゃん久々に本当にありがとうございます。ありがとうございました。